西田レフト線長打コース、1番の荻野、昨日今日で3本目のヒット、ノーアウトランナーセカンド。今日もマリーンズが先制のチャンスを迎えています。フルカウントからこのボールでした。2番、真ん中低めですか。そうですね、入るのは7月3日以来、1軍なら引っ張っていきました。ライトの前クリーンヒット止めます。荻野は三塁ストップ。1、2番連打、荻野が2ベース、左中間です。これで3連打、中村翔も今日も先制、その先制打を放っています。昨日はホームランでしたが今日はタイムリーヒット。まずは佐々木朗希、1点を取ってもらいました。センター方向は抜けた、セカンドランナーは回った、ボールどうでしょう、ホームインです。2点目、安田のタイムリーヒット。当たりはよくありませんでしたがセンターに抜けていきました。今日は5番の安田、まあ、一つマリンサイドの野口さん5番に上げて、また今日ヒット打ちましたんでね、この安田。そうですね、まあ、当たりましたよね。バッティング